おっし、頭ね光っちゃってると TV の時間がやってまいりました。皆さんお疲れ様です。愛知県大会、愛知県大会ちゃう、愛知県のね、全局市のね、ジュニアチャンピオンシップね、お疲れ様でした。アディダスカップね、皆さんお疲れ様でした。うちのね、直人っていう子がね、片試合でね、武将館の、試合でまたね片試合で優勝させていただきました。ありがとうございます。その日は3大会ありまして、私は全局市の方に行ってね、前の日から行って、ホテル泊まらせていただいて、充実した空手の一日でした。ありがとうございました。入賞されたのね、皆さんおめでとうございます。うちのねアルマちゃんとかルイマちゃんもね、アディダスカップ2連覇ということで本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ずっと気になってるんですけども、気になってるというか、まあうちの保護者もいてます。そしてよそのね保護者もインスタグラムとかでよくね相談を受けたりするんですけども、何かというのは試合のね、動画をとか写真、まあ写真というか動画やね、まあ写真はどうかなと思う、写真もあるんでしょうけど動画ですよね、試合中の動画を無許可でアップしてるんじゃないかなということがすごく気になっております。保護者の方もそうですけども、先生方もまあ、先生とはいえね、個人というか先生とはいえ相手に許可なしでね、動画をアップしているのはどうかなというのは私は感じております。私も以前ね松井派を抜けた時にリアルチャンピオンという大会にね一番最初に出させていただいた時に、まああの時コロナやったんでみんな見に来れないということで、そして私も松井派から脱退してこういう大会出てるよというね、松井派に対してもアピールをしたかったんで、まあ全体的なやつをね動画を撮ったんですよ。でまあ YouTube で公開したんですよ。それが10万再生ぐらいいってね、まあそんな中で10万再生いって 2,3 件上げたんですけども、その時に、1人の方がね、10万再生いったのが1人ですよ。1人でたった一人の方が、そういうことをやめてほしいということで、何の許可でもってやってるんですかということを、リアルチャンピオンのね、宮野代表の方に、メールがあったそうです。はい。そのたった一人のね、意見で私はもうそれで謝罪して、今後はやめますということで、それ以来やってません。だから4年以上前かな、そこからはそういう動画は投稿するのでやめました。インスタグラムとか、Facebook でもやめております。大人に関してはね、そういう問題がないので、一般とか我々総年のね大会では番長チャンネルとかも出してるでしょ。あんなは別に俺問題ないなと思ってるんですよ。やっぱり保護者がいてる状況の中で、子供さんを取ってるということで、まあ取るのはねもちろんセコンダやからいいんですけども、それをまあなんていうかな、自分の子供が光っちゃってるように取ってるということが多いです。ね、やっぱり勝ってるシーン、ね、決め手のシーンとか、そういうのを、公開がすごく目立つなと私も思っております。インスタグラムとか見たらね、許可なしにというかお互い許可もらってる場合もあると思うんですよ、ね、だからそれはいちいち僕らもわからないし調べられへんけども、ただうちに私のところに連絡ある人は、許可がなかったということが多いです、ね、だからそういう面は今後もうちょっとね皆さんがまあ、仲良くなれるようにねしたいと思うし、やっぱり切磋琢磨してねみんな頑張ってるんですけども、そういうところでちょっとね揉め事の原因になったりね、面白くなかったり、そのことは試合したくなくな、ないなとか思ったりね、またその大会には出たくないなと思ったり、するんじゃないかなと思うんですよ。だから大会ではねの運営者ね、我々もそうですけど、そこの辺を徹底してね、そういう動画を公開するのは禁止ですというふうにした方がいいかなと思います。はい。やっぱりね勝ってる方も負けてる方も、やっぱりね嫌だなと思うところもあるんです。昔ねうち松井派の大会のビデオをずっと動画をね YouTube 上げてる人がおったんですよ。私じゃないんですよ。でうちの薄田祐樹っていうのがね試合してて、まあその人が倒すシーンが要は撮られてたわけですよね。うちもまあ何の許可もなしに撮ってるんですけども、まあええかなと思いながらずっとね公開してるのを見てたんですけども、ある一人の方がね私が動画載してるというチャンネルを勘違いして私のところに連絡があったんですよ。その人は、少年部の時に、まあ、中学生の時の試合を消してほしいというふうに、私のところに依頼があったんですよ。そんな出したかな思って、俺ももう十何年 YouTube ねやってますんで、
いつの話やろう思って、でいろいろ調べたらないんですよね、うちのチャンネルの中で。何のこと言ってんのかなと思って、私も電話で謝ってよう調べます言うて、すんません言うて、どうしたんですか言うたら、もう就職するのに、今から就職活動するのに、その倒されてるシーンとかあれば、ちょっと問題なんでって言われて、今までなかったのにな思いながら、何年もしてから連絡あったみたいなんですよ。まあ就職するのに邪魔になるかもしれんのでいうことで、すんません言うて、もう平山でしょったんですよ。ほんなら違うチャンネルやったんですよね同じまあ支部長というか分支部長が載せてるチャンネルがあるんですよ。そこに我々も載ってます、動画でね。その人のことやったんですよその人に連絡して、すいません、そういう依頼来てますよと言って、私間違えられてますんですけど言って、いうことで、その人は削除したのかどうかわからないですけども、その親御さんにも説明しました。だそういうことも今後あるんかなと思います。まああった話なんでね、言わせていただきますけども、やっぱり許可をね、やっぱりお互いもらってセコンドして入ってる動画なんですから、終わった後にね話して、ありがとうございましたって挨拶してくでしょその時一言ね、動画をアップしていいですかと。で、あかんっていう人が多いと思います。はい、だからそこでしっかりね確認取り合ってした方がいいかなと。お互い乗せていいよっていう人も もちろんおると思います。お互い出しとこうやってね、やっぱりそういうことは大会運営のね、この前みたいなアディダスカップとか、グランジャンとかね、ああいうところで YouTube でずっと撮影してるものに関してはね、運営者がやってることなんで OK だと思います。私がリアルチャンピオンで出した時でもそうでした。運営者じゃないのに出してるというふうに指摘されました。確かにそうですね。だからといってうちにもね、大会開いてるけど、うちではもうそういうのやめとこうと思って一切やっておりません。はい、まあだからそういうね、ゼッケンがついて、名前がついてっていうね、いろんな JFK でもやってるでしょ。ああいうのはいいと思うんですよ、私本当に。だから運営者がやるのはいいと思います。だから個人の親御さんたちが載せるのはやっぱりお互いの許可が必要やということです。載すなとは言ってないですね、載すなとは言ってないです、ね、見たい人もおればね、それがいいっていう人も おるんですけど、賛否両論あるんですけども、賛否両論あっても許可が必要だということを、今日は動画にしたいと思いました。ありがとうございますね、そういうことです。やっぱりね、しょうもないことで揉め事になるでしょ。一つ聞いたのが、なんか先生がそこの部分だけ切り抜いて自分のところの生徒がいいように写しているというふうなことも聞いてますね。それはちょっと私見たことないんですけど、どんなもんなのかなと。それもやっぱり先生の所作が足らないんちゃうかなとね。自分のところの同情生が勝ってるシーンを載せるね、相手の親御さん、子供さんたち、親御さんやね、親御さんに許可を取ってないという状況やと思うんですよね。それはあんまりね、先生としても所作が足らないんじゃないかなと思います。はい、私もね、以前はやってこういうことで反省しておりますということでね、私もやったことなんで、はい、ということで今日はそういうことです。よろしくお願いします皆さんね。あとなんか出稽古の話ね、がちょっと他のね、先生がちょっとフェイスブックに、上げてはったんで、それもねまた今後、次回のね動画で話せたらなと思います。ちょっと難しいんでね、話し出したら俺もキリないんでと思いました。はい、今日はそういうくらいで終わりでした。はい、ありがとうございます。では今後ともよろしくお願いします。おっす、もう今年いっぱいね、もうそろそろですね。皆さんよう、今回で皆さんようお疲れさんでした。本当に試合に出る親御さんたち、もうほんまご苦労さんでしたね。だから皆さんね、仲良くね、できるようにしましょうということです。ありがとうございました。おっす。